ブランドン・サミュエル・バスはアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード203センチメートル113キログラム。バスはバトンルージュのキャピタル高校で最も注目を集める選手であった。2003年から2005年までルイジアナ州立大学でプレーし2004から2005 シーズンにサウスイースタンカンファレンスの最優秀選手に選ばれた。バスは2004年の NBA ドラフトにエントリーしていたが指名されず、結局2005年にニューオーリンズ・ホーネッツにドラフト2巡目33位で指名を受け入団した。2007年6月26日、ダラス・マーベリックスと契約し、2008から09シーズン中、バスの決めた ターンアラウンドジャンパーへのアシストがジェイソン・キッドの通算1万アシストとなった。2009年6月10日、オーランド・マジックと契約した。2011年12月にボストン・セルティックスのグレン・デイビスらと交換トレードされた。2011年のセルティックスでの初めてのゲームで28分出場で20得点、11リバウンドを記録した。 セルティックスでの最初のシーズンは平均12.5得点6.2リバウンドの成績で2012年6月21日のフィラデルフィアセブンティシクサアーズ戦で2プレーオフでのキャリアハイの27得点を記録した2012年セルティックスと再契約した2015年7月5日ロサンゼルスレイカーズと契約した二千十六年七月十六日 ロサンゼルスクリッパーズと一年契約を結んだ。2017年夏、NBA のチームと契約することができなかったバスは、CBA の遼寧工業批評ランキュークラブと契約した。ありがとうございます。